おはようございます。波乗り三昧です。2018年7月13日金曜日8時50分の仙台新港の波情報をお知らせします。波サイズ越原ですね。天気は曇り、やや強い南東風が吹いて面にも波も影響しています。人数は25名ほど、ワイド気味で、早めの波が多いですね。まあロングがちょっと乗れてるかなっていうか、アウト目から乗れてる感じです。今日は、デジカメのバッテリーの残量がなく撮影できないので、スマホより、発信させていただきます。たまにはセットにいい波入っているので、今日板持ってきたのでこれから入ります。本日はこれで、動画の撮影終わりとさせていただきます。ありがとうございました。